こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、ヨーロッパでプレーしておりますゴールキーパーの去就についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきます。ゴールキーパーというポジションはですね、皆さんもご存知の通り、どこのクラブに行ったとしてもポジションは一つしかありません。コンバートという、言葉がありますけれども、基本的にゴールキーパーが、サイドバックだったりセンターバックだったりセンターフォワードだったり、いわゆる違うポジションで試合に出るということは基本的にほとんどないので、ゴールキーパーというポジションに関しては他のポジションに比べると、移籍するのも非常に困難ですし、難しいと、よく言われてます。で、特にですね、ビッグクラブでプレーすることを夢見るゴールキーパーは当然多いんですけれども、ビッグクラブで当然すでにプレーしているゴールキーパーというのは、能力が高いゴールキーパーも多いですし、彼らが不安定にならない限り、そのビッグクラブもですね、補強に動きません。プラス、年齢を重ねたりとか衰えが出始めたりとか、するようなタイミングでしか基本的にゴールキーパーのポジションを補強するということはですね、なかなか考えにくいので、ゴールキーパーの移籍っていうのはなかなか起こりづらいっていうのがですね、サッカー界ではよくあることなんですけれども、今年の夏はですね、ゴールキーパーが例年に比べると動くのではないかと言われておりまして、今回はそのゴールキーパーについてちょっとお話をしていきますと。で、今回お話ししていくゴールキーパーなんですけれども、結構人数はいます。ただもちろん僕が今回紹介する選手たち以外にも移籍する可能性は当然あるので、全員を紹介するわけにはさすがにいかないので、今回はその中でも、個人的に、気になる選手たちと移籍する可能性があるのではないかなと、噂されているような選手たちを中心にちょっとお話をしていきますので、紹介できない選手はいますけれども、その辺はご了承ください。では早速始めていきます。まずはゴールキーパーのポジション1人目、ダビド・デヘアですね。契約は2023年の6月までとなっておりまして、来年の夏に契約が満了になります。現状ですね、デヘアは、例年に比べると非常にキックのところもこだわりを見せていて、指揮官のエリック・テンハグも、彼の成長を非常に評価しております。ただですね、年齢を重ねていることもありますし、チームの中でも、年俸が非常に高いということもあるので、エリック・テンハグは彼を、放出する方向で考えているのではないかというふうな方向に進んでいるかなと。で、もちろんそこの新たな候補っていうのもですね、いるんですけれども、デヘアを、マンチェスターユナイテッドのユニフォームを着て、見ていけるシーズンっていうのがですね、本当にそう遠くない未来、なくなってしまうのかなと、いうふうには感じてますし、デヘアと契約延長するっていうことも一つの選択肢ではあるんですけれども、エリック・テンハグにとってその選択が、どれぐらいの優先順位なのかっていうのはですね、現状を見ているとちょっとなかなか難しいのかなと。特にやっぱり年俸の部分っていうのがですね、非常にチームの、金銭面で圧迫を、している可能性はありますので、新時代を迎えている中で、キックのところに、やっぱり思想を提供できるような、ゴールキーパーやっぱり欲しいのかなというところで、デヘアはちょっと危ないかもしれないですね。そして彼の行き先に関しては現状噂は何も立っておりませんので、どうなるかは分かりません。続いてブライトンに所属しておりますロベルト・サンチェスです。契約は2025年の6月までとなっておりまして、彼の特徴は身長が非常に高くて、シュートストップ能力も本当に高くて、圧迫感のある寄せもしっかりと、見せつけることができる中で、キックの質も、ハイレベルなものを提供できるということで、ブライトンのサッカーにとってもですね、非常に欠かせない人物なんですけれども、彼もやっぱりスペイン代表で、正守護神の座を、これからも狙っていくでしょうから、ビッグクラブの、正守護神のポジションが開くことがあれば、狙いに行くだろうし、オファーが来れば、引き受ける可能性は高いかなと。それこそ先ほど紹介したマンチェスターユナイテッドの、正守護神の座がどうなるかわからないっていうところがあるんで、もしユナイテッドから、サンチェス、オファーが来た場合は引き受ける可能性はあるかなと。はい。で、次がダビド・ラジャーですね。
ブレントフォードの、正守護神のゴールキーパーですけれども、まあ、彼もねスペイン代表の、サードのゴールキーパーかな、第3ゴールキーパーという感じですけれども、契約は2024年の6月までとなっておりまして、まあ、契約もね残り1年と、まあ、半年もないぐらいとなっておりますので、ブレントフォードからすると、まあ、契約延長したい、っていうのが、まあ、基本的な流れなんですが、まあ、彼も当然、ステップアップ、したいというのをですね、まあ、持っているはずなので、まあ、それはプレミアリーグじゃなくても、違う国であったとしても、特にまあチャンピオンズリーグの舞台とかでヨーロッパの舞台でまあ戦えるような、クラブに行くことができるのであれば、まあ、彼もステップアップする可能性はあるかなと。はい。で、次がエミリアノ・マルティネスですね。まあ、ちょっと最近物議を醸しておりますけれども、彼は契約2027年の6月までという形で契約を結んでます。もともとはアーセナルにいてね、まあ、レディングだったりとか、まあ、スペインにも一度行ったかな、結構こうイングランド国内のクラブをちょっとこう渡り歩くような形で、まあ、武者修行をね重ねていたんですけれども、まあ、今はアストンビラの正守護神を務めていて、つい先日まで行われていたカタールワールドカップでは、アルゼンチンの正守護神を務めてワールドカップ制覇に貢献と。で、まあ、その後のねちょっとまあパフォーマンスというか、ベストゴールキーパー賞的なものをね、まあ、受賞した時の行動がちょっとね、大丈夫かっていうような、まあ、ことをしてしまってるんですけれども、まあ、シュートストップはね、まあ、皆さんもご存知の通り、まあ、一級品のものを持っておりまして、まあ、キックもですねそつなくこなせるっていうところもあるので、まあ、万能型に近いタイプの、まあ、ゴールキーパーかなと。あとはねもう皆さんもご存知の通り、まあ、メンタルが非常に強いので、まあ、その辺でもですね、まあ、ゴールキーパーに必要なその安定感というか、負けん気みたいなものもしっかりと持ってるタイプなので、まあ、ステップアップする可能性はあるんですけれども、まあ、噂に上がっているようなバイエルンだったりとか、まあ、他のクラブっていうのはですね基本的に彼を取りに行くかは現状分かりませんし、バイエルンは、他のゴールキーパー狙いに行ったりしてるので、ちょっとね現状はもうアストンビラに残留することが、流れ的には、そうなってるのかなっていう感じですかね。はい。で次がディーン・ヘンダーソンですね。マンチェスター・ユナイテッドからノッティンガム・フォレストに、レンタルで移籍している選手なんですけれども、当然ユナイテッドはですね、まあ、デヘアが去った後の、まあ、正守護神という座のところに、まあ、彼を、まあ、据える可能性もありますが、ここ最近はですね、まあ、彼以外の候補も非常にこうね、名前も浮かび上がっているので、まあ、ヘンダーソンとしても、まあユナイテッドでまあ、いずれは戻って正守護神ということを考えてくれているのかもしれないですが、彼もそううかうかしてられないというかね、デヘアがいなくなったからとて、まあ、自分がすぐ選ばれるような状況ではないというような状況に来てますと。でもちろんノッティンガム・フォレストにとってもね、まあ、彼がいる以内では当然チームのパフォーマンスは変わるんでしょうけども、まあ、チームとしてのね、今状況が非常にノッティンガム良くないので、まあ、ヘンダーソンからするともしまあチャンピオンシップに降格するようなことがあって、まあ、そのままノッティンガム・フォレストに移籍してセカンドで、2部で戦うっていうのは基本的には、まあ、彼のクオリティを考えるとねちょっと考えにくいので、まあイングランド人であり、まあ、キックも上手くて、まあ、シュートストップはねデヘアほど持ってはいないんだけれども、まあキックをねしっかりと蹴れるゴールキーパーなんで、まあテンハグが、まあ、呼び戻すっていう可能性はあるけれども、まあ、本当にどうなるかは分かりません。まあ、違うねチームに行く可能性だってあるし、僕はもしユナイテッドと契約しないみたいなことになった場合、まあスパーズとか、まあ、契約しそうだなとは思ってます。まあ、ロリスも年齢重ねてきてるしね、まあ、キックをより蹴れるタイプのゴールキーパー据えたいっていうことになった場合はね、ヘンダーソンとかちょうどいいんじゃないかなと思ったりはするんでね。はい。で次はセビージャのボノですね。まあ、2025年6月までの契約を結んでいるんですけれども、まあ、モロッコ代表でね、非常に活躍した選手ですけれども、基本的にねシュートストップは素晴らしいものを持ってるんですが、キックはそこまで僕の中で素晴らしいキックをたくさん蹴れる印象はないので、まあ、現代ね非常に特にボールを蹴るっていうところにね評価っていうところも関わってきたりしてるんで、まあ、一応バイエルンのね噂は立ってましたけれども、まあ、彼の名前を見た時に僕がやっぱり思ったのはボノはないなっていうのは、まあ、個人的に思ったところではありましたかね。はい。まあ、でも彼も、まあ、モロッコ代表であれだけ活躍したので、まあ、このままセビージャの正守護神に務める可能性はありますけれども、まあ、違うクラブから、まあ、オファーが来た場合は行くかもしれないですね。まあ、より大きなクラブというかね、チャンピオンズリーグとかでプレーできるんだったらっていうところでね。はい。
続きましてヘロニモ・ルジですね、現在ビジャレアルでプレーしておりますけれども、まあ、彼はビジャレアルとの契約が2024年の6月までとなっておりまして、まあ、年齢もね、まあ、30なったのかな、なってないのかな、まあ、30多分超え始めてるのかな、まあ、多分それぐらいの年齢だと思うんですけれども、まあ、アヤックスと今交渉中だと言われてます。まあ、信憑性もね非常に高いみたいで、まあ、アヤックスのユニフォームを着た、まあ、ルジが、まあ、見れる可能性がね、まあ、この先出てくるかもしれないですね。ただまあ今アヤックスの正守護神はね、パスフェールだったかな、年齢を重ねたねちょっとまあゴールキーパーが今務めてるんですけれども、まあ、やっぱりね、ベテランの、まあ、そういったゴールキーパーを使うこともね別に悪いことではないんですけれども、まあ、ある程度経験値を持ってよりこう若返りを図るっていうところで、ルジを、まあ、連れてくる選択肢を取ろうとしているのかなと。ただまあ先ほども言いましたけれども、まあ、ルジは今31とか30とか多分どっちかだと思うんで、まあ、そろそろね彼もまあ、ベテランの域というか、まあ、ベテランなんだけどねあれになってきてるんで、まあ、彼を獲得することが、まあ、アヤックスにとって、まあ、どれだけの、まあ、影響を与えるのかっていうのは、まあ、これから見れるところなのかなっていう感じですかね。はい。そして続きましてウナイシモンですね。カタールワールドカップで、スペイン代表の守護神を務めております。クラブではアスレティッククラブのね正守護神を務めておりますけれども、2025年の6月までの契約という形で結んでますと。で彼もね、まあ、ボールをつなぐところっていうのに相当こだわりを持って、まあ、相当自信がね、まあ、あるっていうところなんですけれども、まあ、素晴らしいキックもね、まあ、全然蹴れるゴールキーパーなんで、まあ、評価もね、まあ、ある程度高いゴールキーパーかなと思うんですけれども、まあ、彼もやっぱりね、大きなクラブでプレーするっていうことに、目標を持っているでしょうから、特にまあマンチェスターユナイテッドは、まあ、彼を、一応リストに載せていると言われておりますし、まあ、エリック・テンハグもですね、まあ、ゴールキーパーはやっぱりキック蹴れないとっていうところがあるので、まあ、彼を狙いに行く理由もまあ分からなくはないかなと。ただまあ結構ねリスキーなキックをする瞬間もあるんで、まあ、そこをねうまく、まあ、制限はなかなかかけられないけれども、まあ、シモンが成長していけばもう少し、一段階レベルの高いね、まあ、ゴールキーパーになれるのかなっていう感じですかね。はい。そして次が、サミル・ハンダノビッチですね。インテルの正守護神を務めておりますゴールキーパーですね。もうインテルに所属して長いですね。もうずっとこのゴールキーパーがインテルの守護神守っているイメージですけど、ここ直近はね、彼はやっぱりもう37、8にもうなって、もうベテランというかね、もう衰えがまあ出始めてもおかしくないというかね、もうそろそろね、世代交代っていうところもインテル考えておりまして、で元々アヤックスからねオナナを取ってますから、基本的にはオナナを取ったのは、まあ、そういったところでうまくこう変えていくっていうところを考えて取っているはずですから、まあ、ハンダノビッチはそろそろインテルを離れることになるのかなと。まあ、契約もね2023年の6月までなんで、来年の夏で契約が切れます。なのでサンダノビッチはスロベニアだっけ代表はね、なのでまあ母国に戻るのか、もしくはまあ別のイタリアのクラブか、まあオファーをくれる、まあ、別の国のクラブで、まあ、プレーするっていうことになるのかなとは思ってます。まあ、今はねリーグ戦はハンダノビッチが出ることが多くて、チャンピオンズリーグとかはオナナがね、まあ、出ているイメージが強いんですけれども、まあ、いずれは両方オナナでっていうことでね、まあ、考えているでしょうからね、まあ、この辺はまあ致し方ないですね。まあ、世代交代はね必ずしもまあ出てくることなんでね。はい。で、次がエンポリのグリエルモ・ビカーリオですね。まあ、彼の契約なんですけれども、今非公開なのかな、ちょっと調べたんですけどなんかあんま出てこないんですよね。だからどういった契約になってるのかちょっと僕もわからないんですけれども、まあ、彼はね僕もまあ何度か紹介はしてますけれども、まあ、キックがしっかりと蹴れて、まあ、シュートストップも能力が高いというところで、まあ、イタリア国内の中でもね本当に評価の高いゴールキーパーだと思います。なので、まあ、ステップアップっていうこともね、まあ、考えられると思うし、まあ、個人的にはなんですけれども、ユベントス、まあ、シテスニーがやってますけれども彼たまにポカしますから、ビカーリオのように、まあ、キックがしっかりと蹴れて、まあ、シュートストップも持ってるようなゴールキーパーがユベントスの守護神に、なってくれたら個人的には嬉しいなと思ったりはするんですけど、まあ、別にシテスニーがねめちゃめちゃ悪いゴールキーパーってわけではないんですよ。ただやっぱりその世代交代っていうのもね、まあ、ユベントスもそろそろ測っていってもいいんじゃないかなっていうところで、まあ、彼も一応名前を挙げてます。で、次がドルトムントの、グレーゴール・コーベルですね。
契約は2026年の6月までとなっておりまして、まあ、シュートストップはとにかく素晴らしくて、あとはまあキックもそつなくこなせるということで、まあ、万能型に近いタイプのゴールキーパーかなと。で、まあ、バイルンがですね、まあ、ノイアーがちょっと怪我してしまったこともあって、まあ、コーベルを狙いに行くんじゃないかと言われていたんですけれども、まあ、現状なくなりました。まあ、別のゴールキーパーで基本的にバイルンは探しているので、まあ、コーベルは基本的にはドルトムント残留なんですが、当然ね、彼も能力の高いゴールキーパーなので、まあ、軸はドルトムントでプレーし続けるっていうことをね、まあ、コーベルとしても考えてるでしょうけれども、まあ、大きなクラブの、例えばまあプレミアリーグの、まあ、守護神の座がどこか空いたりとかして、自分を狙ってくれたりとかすることがあれば、ね、狙いに行く可能性というか、まあ、移籍する可能性はあるのかなと。ただまあ来シーズンっていうのはなかなか考えにくいけどね、はい。そしてケビントラップ、フランクフルトの守護神ですね。契約は2024年の6月までというところで、まあ、彼もね、まあ、比較的万能型に近いのかなっていうタイプなんですけど、まあ、彼ももともとね、一度はユナイテッドに、まあ、狙われたりとかしてましたが、まあ、フランクフルト の、まあ、あの残留を、まあ、自らが決めて、今もねフランクフルトでプレーしているっていうことなので、まあ、結構ね苦労人なんで、まあ、パリでもねなかなか出番がもらえなくてっていう感じで、しっかりと出番をもらえる場所で、今しっかりと活躍してるタイプなんでね、こう難しい環境に行くっていうことも彼にとってはね素晴らしいことなんだけれども、まあ基本軸はまあ残留もしくは契約延長でフランクフルトっていうことだと思うんですが、まあ正守護神の座がポコッとねほんまに空いて、まあ、自分を軸として考えてくれるチームがあるんだったら、まあ、行く可能性はあるでしょうね、はい。で、次がマルビン・シュベーベ、まあ、僕がね、評価しているゴールキーパーですけれども、契約は2024年の6月までという形で、まあ、ケルンの守護神なんですけれども、ケルンはね、もともとホルンっていうね、ゴールキーパーがいたんですけど、まあ、シュベーベがですね、まあ、特にキックの部分で、ちょっとホルンとはまた違うものを提供しておりまして、まあ、本当に近代型のゴールキーパーというかね、しっかりと、まあ、今必要な能力っていうのをちゃんと示しているゴールキーパーだと思うので、僕はね、評価しておりまして、まあ、そろそろ移籍してもおかしくないかなと。ただ、ドイツはね、ゴールキーパー本当にこだわり強いので、まあ、例えばですけど、ボルシア・メンヘングラドバッハがですね、まあ後で紹介する予定だったんですけど、まあ、ヤン・ゾマーがちょっとまあバイルンに行く可能性が高いという報道が出てますので、例えばまあゾマーがね、バイルンに行って、そこの空いたところにシュベーベを取るとか、まあ、こういった流れが起きたりすると結構面白いかなって思ったりはしますけどね。はい。で、まあ、今言っちゃいましたけど、まあ、ゾマーね、バイルンに行くことがほぼというか、まあ結構交渉も来てるんじゃないかと言われてたりとか、まあまだね正確なその話し合いとか行われていないとは思うんだけど、まあでも結構ね、獲得リストの上位には載っているみたいなので、まあ契約もね2023年の6月までなんでね、まあボルシア・メンヘングラドバッハも、まあ、売却に対しては結構前向きに考えているみたいなので、まあ本当に時間の問題かなと。で、次がパリの、ケイラル・ナバスですね。契約は2024年の6月までとなっておりまして、まあ現状パリではセカンドの、まあ、ゴールキーパーの立ち位置になってます。まあ、監督のグリストフ・ガルティエがですね、ドンナルンマを、まあ、正守護神として考えるっていうことを、明確にしておりますので、まあ、ナバスは基本的にはセカンドになってます。ただ、まあ、チャンピオンズリーグ3連覇も成し遂げて、レアル・マドリードだったり、まあ、パリもそうですけれども、まあ、大きなクラブで結果を出してきたね、ゴールキーパーなので、まあ、欲しがるチームは当然出てくると思います。なので、まあ、大きなクラブで、正守護神の座に、まあ、ナバスを据えたい。もしくは、まあこれからトップ4を、ねまあ、目指していくようなチームで、そこのポジション空きますっていうような、まあ、チームとかだったら、まあ、取りに行ってもおかしくないのかなって、まあ、思ったりはしますけどね。はい。で、次がアレクサンダー・ニューベルですね。バイエルンから、モナコに、レンタル移籍、今年は2年目かな、モナコにレンタルしてる選手なんですけれども、まあ、彼も先ほどのゾマーと同様に、まあ、バイエルンに復帰する可能性があると。ただですね、まあニューベルも、まあ、戻るとなったら基本的にはもう私を正守護神として置いてくれというところを相当求めておりますので、もちろんね、私はバイエルンのサポーターなので、まあ、そういった気持ち分かりますし、まあ、できればね、そうしてあげたいっていう気持ちもあるんだけれども、やっぱりその正守護神としてどれだけのパフォーマンスがちゃんとバイエルンで提供できるのかっていう方がね、重要なので、戻ってきたとしてもパフォーマンスのレベルがね、足していなかったりすると、またレンタルされたりとか、
放出されたりする可能性もね、まあ、ニューベルとはいえどあるので、その辺はね、まあ、ある程度こう受け入れてもらった中で、まあ、戻ってきてもらえたらなっていう感じではありますかね。はい、で、次がディオゴ・コスタ、ポルトのゴールキーパーですね。ポルトガル代表でもプレーしておりましたが、契約は2026年の6月までとなっておりまして、まあ、彼もねシュートストップのところもそうだし、まあ、キックもね、まあ、そこまで問題なく蹴れるっていうところなんで、まあ、能力は高いと思うんです。ただまあワールドカップでねちょっとこう危ないシーンを、まあやってしまったりとかしてちょっとまあね話題にもなりましたけれども、まあ、彼はね今ユナイテッドが狙いに行ってると言われてまして、まあね時間の問題かもしれないし、まあ、ユナイテッドももちろん他の候補とねこう見比べながらっていうところだと思うんですが、まあ、彼を取ろうとなるとね当然お金もかかるし、ある程度ね、まあ、金額を使わなければならないっていうところにはなってくるんで、ね、デヘアが退団した場合は、まあ、狙いに行く可能性は高いかなと。まあ、現状多分デヘアがいなくなった場合のファーストチョイスになってるのかな、まあ、獲得するっていうことになると。だから戻すってなったらディーン・ヘンダーソンになるんですけど、多分この2人で、まあ、考えてるんじゃないですかね。うん、ただまあねディオゴ・コスタも、まあ、ポルトで今プレーしてて十分ね素晴らしいクラブでプレーしてますけれども、プレミアリーグでプレーできるっていうことになるんだったらね、まあ、来る可能性もあるし、まあ、なんだったらブルーノだったりとかね、まあ、ダルトもいたりとか、まあ、これから先のポルトガル代表の中心をね、まあ、担うような選手がいるわけなんで、まあ、来やすいっていうのもあるでしょうからね。はい、で、最後が、ドミニク・リバコビッチですね。契約は2024年の6月までとなっておりまして、ディナモ・ザグレブに今所属していると。でクロアチアのね正守護神を務めているゴールキーパーですけれども、本当にね典型的なこう、まあ、ゴールキーパーというか、こうキックはそこまで蹴れないんだけど、シュートストップにね、特徴を持っているゴールキーパーなので、まあ彼自身も、まあ、今季始まる前ぐらいから移籍を志願していたみたいだし、まあ、ステップアップしたいと。ただ現状見せているパフォーマンスは確かにねワールドカップ非常に印象に残るパフォーマンスしてるんですけれども、そこだけではね基本的にやっぱ厳しくって、特にまあビッグクラブになればなるほど、キックのところも当然求められてきます。特にその監督がねボールをつなぐような監督がいるようなチームだったりとかすると。なので、まあ、ユナイテッドは基本的には狙いに行かないし、バイエルンも一応候補には上がってるけれども多分は狙いに行かないしっていうところで、ちょっとまあステップアップしたいけれどもちょっとビッグクラブからのオファーは意外とないのかもなっていうような状況に今なってるかもしれないですね。うん、なのでまあドイツもしくはイタリア、うん、まあフランスだったりとか、まずはクロアチアを離れて、別の国でビッグクラブで、まあ、プレーするための、まあ、キックのところを、まあ、揃えて、伸ばしていってから、さらにステップアップするっていう感じじゃないですかね。だからいきなりまあ大きなクラブと契約するのはちょっと現状のね、まあ、リバコビッチの、まあ、カタールの、ね、舞台で見せたパフォーマンスはすごいんだけど、ね、やっぱりクラブチームになるとより細かい部分求められますからね。はい、ってな感じですかね。はい、ということで、まあ、以上になるんですけれども、まあ、今回紹介した選手はあくまで、私松が気になった選手たちを、まあ、ゴールキーパー、のポジションを中心にちょっと紹介をさせてもらったと、いうことになります。まあ、私はねマンチェスターユナイテッドと、まあ、バイエルンミュンヘンのサポーターなので、まあ、普段からね、この両チームをたくさん見させてもらってるんですけれども、まあ、僕の推してるチームがゴールキーパーをね、同じタイミングで探しているっていうのもなかなかね、ないことだと思うんで、まあ、ノイアーも年齢を重ねて、まあ、デヘアも年齢を重ねてっていうところで、ね、ちょっとまあ、お互い、長く、チームを守ってきた人がちょっとどうなるか分かんない。特にデヘアに関しては退団する可能性が高いし、まあ、ノイアーに関しては残る可能性は、ね、あるんだけれども、まあ、セカンドに落ちる可能性もこの先出てくるかなっていうような状況に来てるんでね。うん、だからね、この両チームが誰を取るのかっていうところが、まあ、個人的な、まあ、気になるところではあるんだけれども、まあ、誰を取ったとしてもね、しっかりと活躍してくれると思うし、チームのために働いてくれると思ってるんで、まあね、期待しながら待っていてたらなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。